70% を目指して頑張ります。稼働率 70%? このままじゃ到底無理です。もうどうしよう。あの幸山さんが辞めちゃうなんて。私隠し事好きじゃないです。幸山さんもそんな風に悩むんですね。ジョーさん、受付のみんなのことお願いしますね。いつもそうやって一人で何でも決めて。私は本当にこの受付が大好きでした。受付のジョー第5話5月23日。大丈夫だよね。大丈夫。